はいどうも、皆さんこんにちは、ぬじです。皆さん心の準備はできていますでしょうか。はい、ということでね、本日ですね、ある重大発表がね、さらっと速報で流れておりまして、気づいてる方と気づいてない方がねいらっしゃるんじゃないかななんて思っているので、まあ、ちょっとね動画で共有していこうかななんてね思っております。ということで、いやこれマジでやばいっすよ、ということで発表するんですけども、まあ、本日鬼滅の刃の公式ツイッターさんにてこのような内容が公開されました。テレビアニメ鬼滅の刃は全国フジテレビ系列にて毎週日曜23時15分より放送することが決定いたしましたと。続報に関しましては9月の25日あの無限列車編とか新 PV を公開する日にお知らせしますということで、まあ、こんな感じの内容が投稿されましたということなんですけど、これいきなりすぎないとおい鬼滅の刃公式もいきなりすぎないと、めっちゃびっくりしたわマジで。あのね、僕はあの視聴者から言われて気づいたんですよね。あのちょうどモンストやってて朝モンストやってて気づかなかったんですけど、ツイッター見たらこのようなね内容がね公開されておりまして、いきなりすぎないとめちゃくちゃびっくりしました。ということで、まず嬉しいことなんですけども、毎週日曜ということで、まあ、休日ですね、誰もが見られるような日にちとなっております。そしてですね、23時15分ということで、まあね、0時を超えなかったっていうのはね、非常に嬉しい内容となっております。でね、まあね、つい昨日なんですけど、僕昨日上げた動画で23時から放送するんじゃねーみたいなね、ことを本当にね言っていたんですけど、まさにちょっと僕の考察もドンピシャで当たってしまいまして、こんなすぐに発表されると思ってなくて、いや適当に、まあ適当っていうか、まあ大体で言ったんですけど、まあ当たっちゃいましたまあたまたまですね、ということなんですけど、まあ一応考察も当たりましたということで、そちらもね嬉しいこととなっておりますと。皆さんはね、この時間帯どう思いますか。僕はめちゃくちゃいいんじゃないかななんて思っているんですけども、さらにですね、この他にねもっとねいい情報が発表されておりました。こちらはですね、公式ツイッターというよりかはニュースの方でねちょっと発表されていたんですけども、これねみんな気づいてるかねちょっとわからないので、まあそちらもね共有していきましょう。ということで、まあ僕はですねライブドアニュースさんのね記事を見て、あ、なるほどと思ったんですけども、まあ、そちらをねちょっと引用してね今回ねお話ししていこうかななんてね思います。ということでこちらということなんですけども、まあ、放送時間のね設定についてなんか皆さんでねこう話し合ったみたいなんですよ。まあ、その中で出た内容らしいんですけども、こんな感じで、内容に関してはですね通常の考察は同様いたしますが、内容は変えない形で放送する予定ですとコメントしたそうです。はい、ということでこちらどういうことなのかとちょっとね疑問がね浮かんでると思うんですけども、僕なりにちょっと解釈したので解説していこうかななんて思います。これはですね、まあおそらくまあフジテレビが原作改編っていうか、なんかこうオリジナリティのね、あるものをねちょっとねしようとしていたのかっていう感じなんですけど、まあ通常の考察っていうのは多分通常の規制ですね、他のテレビと同じような規制は、まあもちろんねあのそれはねやらなきゃいけないので、そういう面はやるっていうことなんですけど、内容は変えないと、こちら原作の内容は変えないということなんじゃないでしょうか。はいこれめちゃくちゃ嬉しくない？遊郭編の内容を変えないのがどれぐらいめちゃくちゃいいかと言いますとですね、まあ、僕はあの無限列車編すごく原作も面白いと思ってたし、原作でも本当に泣いたんですけども、その後の遊郭編っていうのはその涙を覆すぐらいの面白さ、緊迫感っていうものがあったんですよ。本当に敵っていうのがさらに強く見えて、あの煉獄さんですら勝てなかった上限がさらに強いのがいるのかみたいな、そんな感じの展開なんですけども、本当に原作は面白いので、これに関してはもう本当に変えなかったっていうのはすごいいい判断です。まあね、もちろんねあの UFO テープルさんのまあオリジナルなねアニメっていう部分はたくさんね放送すると思うんですけども、まあやると思うんですけども、もうそれはいい部分でやると思うんですけど、悪い部分のなんかオリジナルテイストというかオリジナルのストーリーっていうのはやらないんじゃないかななんてね思っております。いやこれは本当に嬉しい、マジでありがとうということでね、あの UFO テーブルさんの神作画に加えて、原作は本当に後藤家小夜春先生の神ね内容となっておりますと。皆さんこちらはねどう思いますでしょうか。こんな感じでね、フジテレビの編成部長は内容は変えない形で放送すると、まあフジのね人がね言ったので、もうこれ確実なね内容となっております。
はい。ね、ぜひぜひ皆さんのね、意見なんかもコメント欄によろしくお願いします。はい、ということでね、こっからはですね、僕の考察なんですけども、今回発表されたのは、まあ、時間帯だけですよね。毎週日曜日っていうのと時間帯だけなので、まあ、日にちはいつからなのかと、いうことで、まあ、そちら結構気になってる方がね、いらっしゃると思うんですけど、まあ、これね、9月の25日って本当に正確に発表されると思っているんですけど、まあ、その前にやっぱね、考察しておきたいということで、まあ、僕のね、個人的な考察なんですけども、まあ、結構ね、巷で騒がれている10月ということなんですけども、まあ、僕はね、本当に10月からかなと思っています。でね、まあ、以前僕は考察したのは10月2日からね、放送開始するんじゃないかななんてね、言っていたんですけども、まあ、日曜日だということで、10月2日土曜日なんですよね。ということで、まあ、1日ずれます。はい。1日ずれます。おそらく、10月の3日、23時15分より、放送開始なんじゃないかななんてね、思っております。考察を変えたいと思います。はい。まあ、もう根本的に違うので、土曜日っていうのは。3日からなんじゃないかななんて個人的には思っております。でね、まず一つ目の根拠なんですけども、まあ、先日ですね、まあ、秋アニメ、人気タイトルでおなじみの無色転生というね、タイトルがね、解禁されたんですけども、こちらがですね、10月の3日の毎週日曜日放送開始と、そしてですね、こちらがね、時間帯が24時からとなっているんですよね。まあ、これをちょっと見たらですね、あれと。もしかしてこの無色転生の前に鬼滅の刃をやるんじゃないか、東京 MX で被ってるしね、やるんじゃないかななんてね、個人的には思っております。なんでね、番組表では10月の3日の日曜日、鬼滅の刃遊郭編23時15分で、その後に無色転生ってなってるんじゃないかななんてね、ちょっと予想しております。でね、まあ、根拠二つ目なんですけども、あの9月にめちゃくちゃ鬼滅の刃畳みかけておりますよね。まあ、これはね、本当に10月からやるよっていうね、静かなる意思表示なんじゃないかななんて思っておりまして、まあ9月の25日にしかも無限列車編をね放送するし、そこで遊郭編の全情報を解禁しますよみたいなことをもう本当に言ってるんですよ。公式さんからこれ言ってるんですよ。まあ、それ9月の25日にも言ってるってことは、なんかサプライズ的な感じで、もういきなりもう来週からやっちゃいますぜみたいな、そんな感じなんじゃないかななんて思っております。そしてね、本日日時っていうか、まあ、時間帯をね発表していたので、もう本当に目の前まで来てますよっていう、そんな、アピールというか、そういう静かなこう意思表示なんじゃないかななんてね、個人的には思っているので、まあね、考察としましては、10月の3日日曜日、23時15分より、放送開始なんじゃないかななんてね思っております。はい。なんか時間帯23時15分ってめっちゃ微妙だよね。30分枠なのと、それとも45分枠なのみたいな、そんなね、ちょっとね疑問を感じさせるようなね時間帯であったんですけども、ワンチャンね45分枠っていうのもあるんじゃないかななんて個人的には思っております。なんでかっていうとですね、遊郭編っていうのは全16話ぐらいにしないと収まらないぐらいのボリュームとなっているんですよ。なので45分枠にして全12話とか13話に収めるっていう形なんじゃないかななんて個人的にはちょっとと思っております。はい。その辺はまだわからないですけども、45分っていうのもワンチャンあるんじゃないかななんて思っております。詳しいね、鬼滅の刃の遊郭編の考察に関しまして、知りたいよっていう方はですね、こちらの動画でもう本当に全部まとめておりますので、まだ見てないよっていう方はぜひぜひご覧ください。本日は、こんな重大発表となっておりました。はい。ということでね、今回の内容良かったよという方はね、高評価、そしてね、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、今週の土曜日の生放送でお待ちしております。